ノーム・ピケルニーはグラミー賞受賞の番上引き。パンチブラザーズのメンバーで、過去にはレフトオーバーサーモンやザジョン・コーアンバンドに在籍。2002年から2004年までレフトオーバーサーモンに所属。その後2004年から2006年まではザジョン・コーアンバンドに所属。2006年パンチブラザーズ結成。ニッケルクリークのクリス・シーディは、 ストリングカルテットの結成を計画していたが、バンドの方向性については、フィドル弾きにゲーブ・ウィッチャーを加えること以外は見定めていなかった。シーリ、ウィッチャー、ピケルニー、そして、ベース弾きのグレッグ・ギャリソン、ギター弾きのクリス・エルドリッジとのジャムセッションの後、シーリはバンドを結成することを決意する。バンドは当初アルバムのタイトル How to Grow, A Woman from the Ground にちなんで、 ザ・ハウ・ツー・グロー、A バンドと呼ばれた。2007年にニッケル・クリークのフェアウェルツアーで何回か共演した後、バンド名をテンションズ・マウンテン・ボーイズに変更。そしてその後、パンチ・ブラザーズに再び変更。パンチ・ブラザーズは、ファーストアルバムパンチをナンサッチレコーズから2008年2月26日にリリース。ピッケル・ニーの出身はイリノイ・シュース・コーキー。現在は、 ニューヨーク州ブルックリンに在住。ピケルニーは2010年のスティーブ・マーティンプライズをバンジョー部門で受賞。2010年11月5日、レートショーウィズ・デビット・レターメンに出演し、デュエリング・バンジョーズのコメディバージョンを披露。その後、スティーブ・マーティンやパンチ・ブラザーズと共に演奏した。ピケルニーが2011年にリリースしたアルバム、ビート・ザ・デビル・キャリー。 A.L.L. は2013年のグラミー賞でベストブルーグラスアルバムにノミネートされた。2014年アイビンマにてベストバンジョーを VR に選ばれる。また、同年、ノアム・ピッケルニー・プレイズ、ケニー・ベイカー・プレイズ、ビル・モンロー、ベストアルバムを VR に輝いた。ありがとうございます。